はい、こんにちは、かずまた博物館です。ということで、今日ご紹介する展示物はこちら、ドン、ぶっ飛ばソウルもっと02の新しい当たりでございます。激レアフルボトルでございますね。こちらでございます。はい、全2種類、はい、前回もやりました。前回はラビットタンク、これがメッキバージョン当たりでしたね。今回はこちらになっております。タカフルボトル、ガトリングフルボトルのキラキラメッキバージョン。はい、今回はこの2種類がぶっ飛ばソウルの大当たりになります。大当たりしてもですね、別途400円が必要ということで、買える権利がもらえるということになっておりますので、そこら辺はご注意ください。で、ぶっ飛ばソウルをプレイするにはね、まあぶっ飛ばソウルメダルが必要であったりとか、いろいろ必要なものありますので、まあまあ動画見てくれればわかると思います。はい、ということでできました。完成、ガトリングフルボトル、ガトリング、デラックス版がこちらになりますね。全然違う。すごい一体感がありますね、今回のガトリング。こっちの方とこっちの方、結構一体感があります。シルバーでいいですね。重そう、重厚感ある。はい、最高ですね。次、タカです。タカの方が多分ね、いいような気がするんだよね、色が明るいから。こちらです。パッと見てわかる、こうゴリラよりも明るくいい色してますよね。高っ、じゃじゃん、かっこいい。蓋を閉めます。でも蓋がちょっと明るいな、なんかちょっと蓋が浮いちゃってますね。これが普通のデラックスのタカフルボトルなんですけども、これがメッキ。今回やっぱ蓋が若干浮いてるような気がしなくもないんだよな。やっぱこういう濃い色の方がね、メッキのやつは蓋に合ってますよね。これだとちょっと僕だけかな、そう思うのは。若干浮いてるような気がしますね。色が濃い方が似合ってるような気がします。さあ、それでは入れていきましょう。ドライバーオン。やっぱいいですね、メッキいいですね。これデラックスに変えてみますか、ちょっとね。あ、でもデラックスでもそんなに動くしね、中がね、やっぱりね。デラックスはデラックスの良さがあると。これタカだけ変えてみよう。おーおーおーおお。これ鷹だけちょっと変えてみましょう。おー、やっぱちょっと濃いですね、このメッキの色がね、鷹。じゃあ今度はガトリン。あ、ガトリングはこっちの方がやっぱかっこいいかも。いいですね。でもやっぱ両方ともメッキの方がかっこいいですね。では他のと組み合わせてみましょう。メッキかっこいいなぁ。メッキがいいですね。ゴリラ。お、ゴリラとはなんか同じような色合いしてますね。ゴリラ、タカ。あ、これいい。これいいですね、赤オレンジ。これいい色してるな。あ、これも俺好き。あ、これもいいな。ダイヤモンド。いいですね。おお。お
メッキすげえいいな。やっぱ楽しいっすね、メッキは。めちゃくちゃ、並べるだけでもかっこ、並べてみるのもかっこいいし、遊ぶのもかっこいいし、いいですね。やっぱメッキいいですね。はい。ということで、今回ご紹介したのは、こちら。じゃじゃん。フットワーソウル、元02のキラキラメッキバージョン、大当たりのガトリング、タカガトリングでした。それでは、また明日。